はい、対戦お願いします。どうも皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう、ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンシングルレーティング、よろしくお願いします。ということで、本日のパーティーは大変長らくお待たせいたしました、全国1億2000万人のフーロファンの皆さん、フーロパです。はい、フーロパです。まあジムリーダーズ史上最もマイナーなんじゃないかと呼び声高いフーロパですね。使用率ランキングトップ100に入ってんのバルジだけっていう。しかもバルジも80台真ん中らへん。あとは200台が3匹と300台と400台です。はい。やばいです。一言で言うと、やばいですね。そうですね。まあ、とりあえずコケコキャッチしないと始まらないので、今日はコケコキャッチして、まあ、なんか、とりあえず心盛りとかでどうにか済ませられるんじゃないかな、みたいなこと思いつつ、バルジーでも投げてもあれじゃない？上からぶん殴った方が早くない？上からぶん殴ろうぜ。いや、ぶん殴ろうぜ、もう。対戦お願いします。ガルド、砂も知らねえ。避けまくればそれで勝てる。ガルドか。ガルドは、ちょっと考えてなかったな。結構今日は割と、もう使うポケモンがどう考えてもドマイナーなんで、まあ、やる役割はあるんですけど、全部。チャーリザード。ゆえにね、非常に今日はね、悩んでおりますね、私。はい。ちょっと考えてたんですけど、考えても無駄だということに気づきまして、途中で思考を止めた。さあ、どうしよう。これは割とまた悩む対面ですね。突っ込んできてくれそうな感じがだいぶしないんですよね。まあ、リザ X で紙パンとか持ってたら話別ですけど、どういう立ち回りをしていくのが一番綺麗なんだろうなっていう。だからつってアーキオス投げるもねって感じですもんね。突っ込んでくるべ、多分。突っ込んでくるべ。リザバック、ガルド、コケコ、ああ、なるほど。コケコ、ダクボコケコ。まあ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 。まあ別に。いや、むしろ変に引かなくてよかったなぐらいな感じですけど。なに？エリキシードマジ？エリキシードマジ？エリキシードマジ？おっと、防御が上がっていく。いや、まあ関係ないんですけど。あはーん。がむしゃら見られちゃいましたね。まあでも、相手側からすると、電気技打てないですからね、この対面ね。え？え？え？ちょ、ま、は？なんだと？なんだと、俺追い風打ってないよね。俺追い風打ってないよね。嘘だろ。お前を倒すためのスワンなのに。お前、マジか。嘘だろ。コケコに上取れるスワン、ちょっと、S のラインどこ？ちょ、待って。控えめコケコの S のラインってどこ？ 130 族の、あれだよねってことだよね。マジ。あ、上取れる。とりあえず突破できる。マジか。ずぶとい HB コケコとか、なんかそんなやつ。チャリザード。何か、これはなんだ？でも、ここで出てきたリザってことは X ですよね。か、吸いに来てるか、Z。いや、Z なんか吸いに来ないよね。来ない。Y、Y なの、ガンプで落ちるんですけど。なんだそれ。何これ、ラス1何ジャブラー。リザ、いや、全部だって他、リザよりいいじゃん、みたいな。マジわかんないよー、ガシーワールズエンドフォール。オーバーキルにも程があるんですけど。何だって、本当にだってさ、どのポケモンでも一番じゃない。何飛行タイプも刺さらないしな。誰アゴよ、ミミッキュでいいじゃん。ミミッキュじゃダメなのか逆に。ちょっと待って。でもミミッキュ結構実はきつい。実は。いや、これは、そうだな。こっちだろ、多分。こっちだろ。研磨させない。Z。
いや、ちょっと、スワンナより、いやいや、スワンナより、スワンナより遅いコケコはねえよな、さすがに。いや、まだ無限の勝ち筋があるよ、俺には。俺には無限の勝ち筋がある。影打ちを押さなかったパーツだ。回避率がグググーンって上がったシャドウ。なるほどね。なるほどね。そういうことするわけだ。そういうことするわけだ。そういうことするわけだ。身が悪けどな。ふん。甘かったな。心盛りの勝ちだ。かわし続けてな。ふん。当たらなければどうということはないんですよ。当たらなければな。当たらなければな。どうということはないんだよ。さあ、どうするよ。俺は影分身を押すぜ。無限の勝ち筋ってのはこういうことなんだよ。教えてやるよ。心盛りがな。さあ、4段階上昇。シャドクロ、当たらんよ、当たらん、当たらん。そんなんで当たってしまったらポケモンはね、メジャーどころしか使えないんだよ。マイナーポケモンだからこそできることってのがあるんだ、世の中には。一人一人な、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンとして生きてくんだ。言ってただろ、昔。某アイドルグループも。ナンバーワンになれなくてもいい。もともと特別なオンリーワンだと。だよな。わかるか。もしそれが、本当じゃなかったら、このポケモンという環境は、ミミッキュだけでいいんだよ。影打ち。当たらんよ。三段階積んでるからな、こっちは。単純の特性により、倍になるぜ。つまり、影分身今6段階。そして瞑想を積むことによって、特攻と特防が2段階ずつ上がるぜ。つまり今どういう状況になっているかというと、すなわち、この状況だ。見てみろ。C と D が2段階、回避が6段階。そこにぶっ刺さるアシストパワーだぜ。影打ち、当たらないよ。当たらなければどうということはないんだよ。わかるか。当たらなければどうということはないんだ。わかるか。まさかまさかのポケモンだけを投げられてこっちだってなかなかあれだぞ、ヒヤヒヤしてるんだぞ、いろんな意味で。でもな、かわしちまえばこっちのもんなんだよ。お前はタスキじゃねえ。アシストパワードリャー、 C2 段階上昇タイプ1。えい、対戦ありがとうございました。威力はいくつですか？6×6 で10だから220ぐらいですか。これが、フーロパの強さだぜ。はい、対戦お願いします。嘘でしょ。1100台にこのパーティーいる、マジ。え、ちょっと、俺頭抱えるんだけど。やっと1200台まで落ちて、あ、これでそろそろマイナーパート当たれるだろうって思った矢先に、あ、1100台だ。よっしゃ、来た！これ、みたいな。どうしようかな。ちなみにさっきの1勝から7連敗ぐらいしてます。はい。だから1200まで落ちたんですけど。マジでね。いやでもいい試合してんだよな。なんかね、グリーンパとね、溜め張れるぐらいの試合はしてるんですけど、いかんせんあと一歩がマジで届かないんだよな、さっきから。もうすげえ悔しい負け方散々してるから、ちょっとどうにか頑張りたいんですけど。まあでもさ、とりあえずスワンナとか投げとこうぜ。コケコ、いや、コケコをさ、やるためのスワンナだから、初手スワンナ投げるのは絶対じゃん。で、まあ、バルジがだいぶ刺さるじゃん。で、ラス1。どうしよっかな、どうしよっかな。いや、あのね、心盛りではめるっていう選択肢以外の勝ち筋をすげえ探してんだけど、一向に見当たらないんだよ。びっくりするぐらい見当たらないんですよね。ウォーグルだわ。ウォーグルで、ウォーグルはいろいろ打てるんで、いろいろします。はい。対戦お願いします。いやーまあでも多分あれだろうな。いろんな、ま、僕と一緒にマイナーパー一緒で、マイナーパーめっちゃ使ってて、もう1100ぐらいまで落ちて、もうそれでもう諦めてレート上げようっていう感じの人なんだと思うよ、さすがに。さすがに、そうであってくれ。マジで。マジで俺3桁まで行かなきゃいけないのかって思っちゃうんだが、ここまで来ると。カプコケコ、モンボコケコですね。頑張りましたね。とりあえず、エレキメーカー。まあ、多分、素直に打ってきてくれるんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、お願いしますね。ワイボ物理！
物理コケコ。まあ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 、全然物理コケコなんて1800、1900でもいますからね。珍しい話でも何でもないですよ。ヘラクレセドラン側からするとめちゃくちゃ嫌なコケコね。よし、頼むぞ。お、素直だ、いいぞ。素直だ、いいぞ、いいコケコだ。偉いぞ。いいコケコだぞ。頑張れ。頑張れば1500戻れるぞ。頑張れ。ギャラー。ギャラー。まあ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 。まあ、ガムシャラ見てるので、ここは普通に攻撃してくると思いますし、まあ、スカーフギャルドスとかなかったら上取れるので、まあ、普通にガムシャラ打ってこうかな、みたいな感じですかね。はい。メガ進化してくる、まあ、ゴツメじゃなかった分、なおのことよしですね。さすがに、ここ、竜舞は、まあでも、ここ、竜舞してきたら、まあ、なんかって感じですけどね。まあ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 、そこら辺は、でも、このマイナーパンを使うゆえの、このレート対ゆえの、戦いゆえに、氷の牙素晴らしい。いやー、ドンマイ、それは、ドンマイ、いや、できる、全然、君なら上がれる。全然、キャラバック、何がいる、ラス1。のー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 がいる。いや、あのね、全然そこら辺の1300よりちゃんと普通に動いてる。全然動けてる。全然そんな、君は頑張ればいけるよ。いや、上がれるよ、将来。大丈夫。これはバルジュ投げます。しかもちゃんと今の氷の牙外しからのちゃんとバックもちゃんとしてるからね。ちゃんとセオリー通りの動きはできてるから。毒好き、はい。まあ、命中安定、かつ、まあ何に打ってくるか分かんないんで、みたいな。まあ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 、氷の牙外しの方がよっぽどひどいですからね。オッケーオッケー。バルジで、とりあえずあとは、毒らなければギャラ、多分、オノノクサは、ハサミギロチン持ってなければ見れるんで、大丈夫だと思うんですけど、まあ、イカサマ連打かな。毒外しとかもあるしね。まあ、イカサマ連打でしょうね。おっと、Z はちょっと、いや、なにそれ、アクティブ Z?いやー、このバルジの耐久力よ。ドラゴン Z じゃなくてマジでよかった。うわ、入る入るこれ相手にあと接触技しかなかったら勝ちですね、多分。激凛、あ、OK ですね。これで相打ち取って、スワンナ、ギャラ対面ですね。いや、全然ね、あれですよ。え、なんか、1100台でやっぱね、人はレートによらない。マジで。マジで思う。自分がこのレート帯潜ってるから、なおのこと思うわ。じゃあちょっと、ウォーグル先輩にしては最後、締めていただきましょう。はい。いや、ほんとね、思うわ。いや、頑張れ。頑張れ、朝日ちゃんか朝日くんかわかんないけど。いや、君は絶対1500以上、絶対いけるよ。諦めるな。うん。まあ、ごめん。年上だったらごめんだけど。大丈夫だ。行きましょう。ブレイククロー。ちなみにこのウォーグル、特性が力づくなので、追加効果が切れる代わりに、っていう感じですね。そして、持ち物は命の玉なんですけど、力づくポケモンに命の玉を持たせることによって、命の玉の反動ダメが入りません。はい、対戦お願いしまーす。ちょっと1100台目指そう、これは。ちょっと僕の撮りたい実況が撮れない。無理だな、これはな。もうだってこんなん心盛りで買わす以外ないやん。ないやん。まあ、とりあえず物理ポケ2体は、まあ、メガ2体はバルジで見る。で、どうしよっかな。アーケオスでとりあえずアーケオスとウォーグルでゴリ押せるのか。ドヒド、ツボツボドヒドとかどうしたらいい?でか、スカーフサザン。いやーさ、そう考えるとやっぱさ、ガムアクジェは強いんだよな。でもガムアクジェあの耐久2体にまるで刺さらないからな。地面技もないんでしょ、今回。地面技ないんですよね。地面技ない、積み技は心盛りのみ。じゃあ心盛り投げるしかねえじゃん、じゃあ。あー、まあまあまあ、しゃあないですよね。そうなるとね。ってことは、じゃあ、スワンナ心盛りバルジ。いやー、もうそんな甘えた、プレイングしたくねえ。俺は、剣ホローを投げるぜ。俺は剣ホローを投げるぜ。やってやるぜ。対戦お願いします。ラス1ぐらい心盛りでよかったんじゃない?いや、なんか、せめてさ、ウォーグルとさ、剣ホローのどっちかを活躍させてあげたいんですよ。せっかく作ったってのもあるし、
まあちょっと、この答えを作るためにリスナーさんに協力していただいたってのもあるし、どうにかしたいんだよ。だから投げるんだよ、俺は、剣ホロを。この対面なんかどうやったって勝てねえじゃん、みたいな催眠術だよ。まあ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 別に。まあ別に。まあ別に。まあ、やるしかないからな、こっちだって。あのさ、このパーティーにネバネバネットはねえよ、さすがに。さすがに。いくら余裕あるからって、それはねえよ。もう、もう、誰か、催眠術の当て方教えてくれ、マジで。誰か、俺に催眠術の当て方教えてくれ、頼む。誰か、助けて、どうにかしてくれ、頼む。やったー、みんな、あー、どうしようかな。アンコ打たれてるじゃないですか。ステロダメもあるしね。とりあえずここアンコ打たれてるから、まあ、催眠ラスイチ打つしかないんで、打って、まあ、相手も多分ガンプしか打てるものないんで、まあ、ね、って話なんで、いや、もうここはゴトバ打ちますけどね、もうひたすら。はぁ、なんだこのゲーム。なんなんだこのゲームは。正直さ、どうなんだろうね。SD 段階落ちてるから、まあ多分ここはバックしてくると思うんですけどね、普通に。してこない。あ、そう。まあ、つぼつぼも、いや、つぼつぼで役割ないですからね。あ、急所。ですよね、さすがにね。つぼつぼの硬さ的には、あ、レッドカードなんですね。なるほど。なるほど、そりゃ引かないわけだ。で、アーケオスが出てくる。このガンプ超まずいからね。このガンプ超まずいからね。ワロス。マジギザワロス。テラワロス。ああ、これは終わった。これは終わったんごねー。どうしますかねー、これは。弱気になるわ！はい。さすがにな。いや、さすがにだけどさ。いや、でも、S 落ちちゃってるから多分、ロトム抜かれるじゃん。サザン抜かれるじゃん。いや、無理だよね。普通に、ロトム。いや、きついよな。まあでも、Z 打つしかないもんな、とりあえず。うん。10万、まあそうだよね。ってことは、あとは、剣ホロで、催眠打って、最大レベル引いて、かつ、どっちの方が入るんだろう、電光石火かつ出切りか。まあ、なんか、めっちゃ攻撃してめっちゃ倒す。か。はい。当たる。いや、まあ、あと5連続ぐらいで当てても元取れると思うけどね、剣ホロくんね。ごめんね、剣ホロくん。俺、たまたま理想答え生まれたのがオスでさ、ゲームの風呂の剣ホロがメスだってこと知らなくてさ、辻斬りですよね。そう。で、育ててから、リスナーさんに生放送で指摘されて、これ急所。そう。だから、まあ、でもアニメ版の剣ホロはオスみたいなんで許してください、みたいな。これあれですよね。だから、辻斬りピントレンズ、ちょっと待って。いや、これは、あるワンちゃん。ワンちゃんある。落ちる。おし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 、あるあるある。
ケンホロはあれですね、強運、特性強運なんで、強運プラス、ピントレンズプラス、辻切り急所に当たりやすい技で、急所率がプラス3なんで、確定急所なんですよ。グロス、まあ、まあ、辻切りかな。はい。確か、グロス最速は抜かれてるんだよな、確か。なんか、HA とかみたいなグロスだったら、いいんじゃない?神パーン。あるなぁ。あるなぁ、なるほど。いやー、バルジグロス?いや、バルジグロスはわかんない、受かるのか。神パン持ちどうなんだろう、全然わかんねえんだが。とりあえずちょっと羽打つで。米ピー。米ピーで A を上げてきた。受かる?今の。割と微妙なライン?え、どのタイミングでイカサマ打ったらいいのか全然わかんないんだけど、全く。米パンは受かってそう。レピー、なんでもある。なんでもある。レピーの方が入って。助けて、マジでみんな。助けてよ。マジで、どうしよう。もう、どうしよう。助けて、みんな。みんな。助けて。助けて。ちょ、待って、どこイカ様?ここ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 だよね。ここだよね。レピー。落ちろ動画ご視聴ありがとうございました。フーロパの紹介です。もう疲れました。ただ一言、疲れました。まあでもとりあえず全員それなりに活躍の場面が出せてたらよかったな、みたいな感じですね。なんか、個人的には、なんか今のシングルレート環境がレート1200台ですらガチパが平然といるっていう現状にちょっとなんか若干の問題意識を抱えているわけなんですけど、まあ、ね、レートじゃないってことが分かりましたしね、今日の動画でもね。やっぱレートじゃないんですよ、世の中。ポケモンをどれだけ楽しめるかどうかみたいな、そういうところがあると思うんで、僕はその心情に逆らうことなく、前へ突き進んでいこうと思います。これからも皆さん応援よろしくお願いします。以上、モッティでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ポケモン GO 来月のコミュニティデーはメリープみたいですね。僕ずっとここ最近実はモココ連れ歩いてて、めっちゃメリープの飴食べてたんで、いやちょうどいいですね。ということで今僕はモココを外してヒンバスを入れました。あったかくして寝ろよ。